んにちは、葵咲役の関根明です。花岡誠役、梅田修一郎です。大河隆二役の内田優馬です。はい、この動画は、テレビアニメ先輩は男の子の放送と連動して、高校時代の放課後のように、メインキャスト3人でゆるく進めるトーク番組です。今回は師匠と先輩が、ワクワク、ワクワク、ワクワク会ワクワクしておりました。はい、ワクワクなクリスマスを。よかったよかった何か思うところがございましょう。あらあら、いやもうちょっとさきちゃんは転がり落ちているのでね、今日ねご両親も登場して。そうなんですよ。でもちょっと登場シーンが悲しすぎて、はい、ちょっと、ね、胸が締め付けられそうなのよ。なんかさっきのそのお父さんたちの前で見せてる顔と、心の内みたいな、いるとなんだかギュッてなりますけども。いやもうやっぱりダメですよ。ダメですよ。子供にね気を使わしちゃう。いやでもマジ幸せになってほしいよね、さっきはね。でもなる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 はず。いやでもお二人もそう、一生懸命プレゼント買って、周りの目を、皆さんに、一般の皆さんに見守られながら選んでましたね。選びました。もう恥ずかしかったです。レシートいらないです。レシートいらない。あ、レシートいらない。さ、もう早く。いやでもなんかいいよね、ちょっとそうやってこうワクワクしながらね、ちょっと相手のことを思ってプレゼントとか探しに行くわけなんですけどね。やっぱああいうの見るとプレゼントって、まあ、よっぽど変なものじゃない限り、なんか選んだ時間があれば、なんか十分というか、そのエピソード聞ければ嬉しいみたいなね、思って選んでくれてるのが、その気持ちが嬉しいですね。なんかいいな、リュウジね、絶対すごい丁寧に選んでくれますよね。いっぱい考えたと思いますよ、多分ね。だから可愛いものね探しに行ってましたし、まあそんな、プレゼントのお話出てまいりましたけども、この動画では毎回放送と連動してお題に沿った内容を話しております。本日のお題はもうまさにプレゼントというところで、お二人はどうですか、プレゼントって人にこう結構する方ですか？プレゼントか、プレゼント、なんかこうイベントごとがあったら、じゃあなんかプレゼント持ってこうかな。まあ例えば現場に差し入れする時とかでもいいんですけど、なんかこう持ってこうみたいな時にいろいろあるじゃないですか。悩んだりしない？悩みます。します。めちゃくちゃしました。関さん結構悩む。どうしようと思って、でも知り合いの方の誕生日の時はメッセージカード手作りしてイラストとか全部めちゃくちゃ嬉しいですよ。シールを作ってプレゼントのところに貼って装飾したりとかやってました。へえ、ずっとコツコツイラスト描いてました。オーダーメイド。オーダーメイド。オーダーメイド。オーダーしてないよ。オーダーしてるんです。メイドしました。セルフメイド。セルフメイド。めちゃくちゃでも嬉しいよね、それもらった側はさ。絶対思い出に残りますよね。ねえ、その手書きでもらうとめちゃくちゃ嬉しいと思うけど、どう梅田君は。僕は結構そのアニメの収録の1話とかの時にお菓子とか持ってくのが好きで、でもこれも結構受け売りというか、いろんな役者さんと今まで関わってきて、なんかその差し入れというか、みんなでお菓子食べるのってなんか最初初めましてでも、このお菓子食べて同じ味を共有することで、なんか距離が縮まるというか、これ美味しいよねって感じ方も話し方もそこで違うじゃないですか。だからなんかまあ話題作りって言っちゃったらそれまでかもしれないんですけど、でも僕はなんかそれが素敵だなと思って、なんかもう受け売りのままに、あそこのお菓子美味しかったな、じゃあ僕も買ってこうってしたり。あ、でもいいよね、自分がやっぱ一回食べたことあるものとか美味しいなっていうのを持っていくことが多い。じゃそうですね、もう僕そうしてますね。チャレンジっていうよりかは好きなものとか割と、なるべく、そうですね、自分が好きだと思ったものを、こう知ってほしいっていう気持ちもあるので。いいよね、でもね、だから自信持って届けられるしね。そうです、もう本当に、それが大事かなって思って。美味しいんで、どうぞって言えるもんね。なので、僕ラーメン屋さん勧める時も、自分が行った店しか勧めない。いや、大切ですね。きっかけ作り。ね、っていう感じですかね、ゆうまさんは。俺はね、その選ぶのをね、全然選べないんだよね。どんな時でも、なんかこう、選択肢が、このパターンだったら、これかな。このパターンだったらこれかな、このパターン、どのパターンだみたいなのでずーっと悩んじゃうから、だから結局本当にだからそういう時って
どのパターンも買って悩むってことが多い、うん、どのパターンも買うところがすごい優しさがにじんでる。いやいやでも食べ物の場合はほらでもそのさ渡さなかったやつあるからさ、うんうん、じゃどうしよう食べるかみたいな自分で食べるしかないですよね。そうそうそうだから、ね、だからそういうのをなんか割とそうやってね上田くんのように、うん、これだっていうのをちゃんとね俺自分の好きなものをこうちゃんと届けようとかそういうコンセプト持って選ぶのはいいなと思いました、うん、おありがとうございます。素敵です。でもねみんなこういろんな相手のことを思ってね、うん、プレゼントとかね、うん、選んだりすると思いますから、うん、ぜひリュウジのプレゼントがね、うん、赤座に届くと届くとねどんな時にどんな話してくれるのかな。ワクワクですね。そうですね、ね、ワクワクしておきましょう。わー関根さんがわーしてるわーしてるわーしてる思うところがあるんでしょう。はい、というわけで本日の放課後トーク以上となります。テレビアニメ先輩は男の子はフジテレビのいたみな他にて放送中、うん、番組の詳細は公式サイトや SNS をチェックしてください。お願いします。お願いします。それでは皆さんごきげんよう。